線を左に曲がると駐車場がある。うん、これのやつさっきあって。さあ、鹿ちゃんの猛撃を抑えながら。はい。うん？あ、これやな。パーキング。パーキング。やだな、動物出るのそこだけだ、問題は。たった今、鹿ちゃん見ちゃったからな。なあ。もう俺、一番嫌いなんや。はい、こんにちは。はい、こんにちは。じいちゃん。じいちゃんはんです。どうもー。はじめまして。違う。そう。いや、はじめましての方ももちろんいると思うけど。そう。久しぶりの夜探索の心霊ですね。うん、久々の心霊。はい。さあ、今日は滋賀の、どこでしたっけ？滋賀県の青戸ダムっていうのかな、うん、心霊スポットとして有名。ワンピースの服を着た女の人の霊が出る。あの赤い服にここに傷がついてるのか、ルフィでただのコスプレ好きじゃないか。伸びてくるやつが、それは心霊だな。そう、66尾の腕番でしょ。それされたらまあ心霊だよ。だってワンピースなんやろ。そっちじゃない。あの、おしゃれな方。ロビン。あれだけスタイルいい女の人の幽霊だったらそりゃ見に来るわな。でもスタイル、え、ワンピースって何、どういう意味なの。あの上下一式のあれでしょ、スカートのあれ。あ、ワンピースか。なんだと思ったの。いや、完全俺本当にルフィの誰かが出てくるんかなと思って。チョッパーは先見た。あ、そうだね。そうそう、道端にチョッパーがいたんですよ。あれと仲いいやろ。違うの、鹿なの。鹿だよ。あれと仲いいやろってチョッパーやないか。チョッパーいました、チョッパー。ということで、青戸ダムを今日は。はい。うん。あとこれ、霊感がなくても頭痛やめまいが出るなど、たくさんありますってあるんだけど。今俺、めまいしとるんやけど。なんてこった？病気ね。そんなことでね、青戸ダムを一回ちょっとね、詮索してみます。うん、じゃあね、皆さんね、これから一緒に、青戸ダムの検索に行きましょう。探索ね。そう、探索。行きましょう。みんなで行こう。行こう。距離はします？さあ、ワンピースの女の人はいますかね。ピント合わない。さあ、皆さん、じゃあちょっとね、皆さん、ちょっとみんなで行きましょう。楽しみに行きましょう。久々、久々のイエーイ。いや、久々のシリーズボー。まあ、ここは様子見なね、ところがあるから。いや、ラッキー、トイレあるじゃん。カメラ持ってトイレの近場って、もう変態やん、俺。これフラッシュがないとそう言われるのか。光邪魔やし。全然フラッシュが通じん。え、今の見た？ねえ、なんか絶対ミスってんのかな。さ、絶対ミスっとると。これちょっと待って、あれ。違う、ちょっと見てよ、これ押せばいい、うん、これやろ、うん、君写したやつやな、うん、ほらそこのなんていうの、白いアイコンだけきっちり撮影されてるの。だって君の写したやつってこれでしょ。俺もっと近くで写してこれだぞ。ほら。あ、でもこの辺かダムか。シカちゃんがいないかだけすごいビビってる。あ、ここはもうダムですな。
寒い。あの音が一番ホラーなんだよ。画像ね。動画ですこれ。眩しいんですけど俺が見えなくなっちゃう。さて、私は私で探索でもするかな。なんだろうな、ホラーゲームの探索を思い出すこの恐怖感。あ、心霊ってこんなんだったわ。こんな大気打ち低い状態で月の心霊スポット行って大丈夫か。デジカメ撮ってないならパーして。え、私が写真片手で撮っておくか。いや、いいよ、撮るね。違う違う、動画で撮れるかなって、ここ多分写真では撮れんなと思って今。なんと、多分写真じゃなくて動画で撮りやすいってことはどういうこと？弱いってこと？そう、めちゃくちゃ弱いの。フラッシュがつくときとつかないときがあるのがイラッとする。俺がこうやってライト向けてるときじゃないのそれ。違う、ほら向いてねえもん。これライトつくのかな。オーブは映る。映ったやないか。アンピーが映る。てかいるのそれ。何を。その女の人の幽霊自体はあなたの感覚的にいるの？寒い。こっちなんだよ。あれ悪いけど道路にしか気が取れない。道路がおかしい。道路。まあそのダム周辺でそのオーブなりなんなりね、心霊があったっていう体験談なんでしょうけど基本的には、うん、っていうことはこの道路が怪しい。道路だな。ビデオカメラもどこに焦点当てられるのか分かんないんだよね。分からないんだよ。全然あの映ってほしいとこが映らない。寒い東京。何やろな、ここ。まあ、あれっすよ、ここは、あの、強い心霊スポットって、やっぱり書いてある内容、えぐいんすよ、そういう元、誰々が処刑されただとか、そういうの、そういうのがないから、それこそ浮遊霊の類ではないかなっていう疑いもかかるんすよね、体験談、短いところだと。濃いところだとあの市街の森の信長さんがね、うん、部下何人をぶち殺したとかそういうエピソード付きになったりするんですけど、うん、ただ単に女のワンピースの姿の人がいるって、いやただの通行人やんって思うやん、うん、ライトが消える。でもよ、うん、意外とついてるよ。でも意外とオーブは
ふわっと見えるんだよな。たまり場っていうか、いるはいるんだな。もう今のカーンだけですげえビビれる。なんだろうな、この後に予定してる心霊スポット大丈夫かな。一箇所目でこんななんかチャッチーとこ、うん、こんなレベルでビビってて。薄いな。まあまあまあ、肉眼で見えるか見えんかの字だな。あ、編集めんどくさいやつだって。俺ほとんど感じてねえもん。ああ、ワンピーがどうのこうのって言ってるけど、どっち側に映っとるかって言ったら俺道路が一番気になるんだけどな。じゃあ道路の方、要はトイレの向こう側ですな、ダムから比べて。行ってみますか。おかしいな。おかしいなぁ。久々やでかな。いかんせん市街の森で強いのに慣れすぎましたな。いや、そうじゃないよ、うん、全てが逃げてるんだよなぁ。あー、オーバーオレンジポン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 。あー、完全に近寄ってこないんだよ。やっぱすどころじゃねえのかな、ここ。あれ、あっちこっちだ、ちょっと見て。はい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 、うん、ほら、でかいオーブはポーンと映るんだ。見えてね、見えてね、今さすがに通してみようかと。え、トイレのちょうど向こう側ぐらいってことですか。トイレがよ、今よ、女子弁の近くから多分これがワンピーの、ワンピーって言われるか、女性の霊能に走ってるんだけど気になるなぁ。あー、気になるけどトイレは入れん、さすがに。ああ、そういうことか。道路側があるなんていうの、気になるけど遠いから嫌だとか、そういうじゃなくて。違う、倫理的に入れない。さっき俺断弁取ったやん、男子免除。はい、それでよ、ほんでこっちの方行ったらよ、女子面の方からスーッて。誰か女性の方検索求む、探索頼む。女性連れてこんとかんな、一人ぐらい、今度。やっぱしこの道路だぞ。おお。あー、頭がクラクラしてる。おっと。あ、重い。あー、なにこれ。大丈夫か、怖いぞ。怖いぞ。うわ、道路だぞこれ、やっぱし。さっきの地図、やっぱりこれ道路だぞ絶対。うん、どうした？あら、やっぱり反射鏡ですわ。反射鏡が無駄に光返すから、なんか。そう。そう。あ、星空が綺麗ってくそ。めっちゃ綺麗なんて星空。
いて気をつけとこう。何え、あなた道路が疑わしいって言ってるじゃない、はい、この地図でいうところのどの辺、今その5番のところに現在地、今僕ら現在地ここなのね。うん、でどこだ、すいません、俺ね方向地なんですよこれが道路だと思うんだよ、これが。うん、そうそうそう、そこが。そうすると、こう見ると俺ら今こっち向きにおるんか、こういうふうに。え、違う、ダムがこっちだからあれじゃないの、このちょうど俺らこの向きじゃないの、この向きじゃ、ここに看板があって俺らこっちにいるみたいな。こっちにおるね、今度はコーヒーやね、ほんでこれがこっちになるやね。そう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 、そうするとこっち側、あ、その4番の数字あるあたりが怪しいと。ちょっと大きいカーブがあるんやけど、その辺がちょっと近いじゃん、カッちゃん的っていうか僕的には感じるんですよ取りに行こうよ、そんな近いとこだったら。ここよりかこっちの方が僕には感じるんですよ、すごく。おお、うん、誰の携帯だ何かもにょる展開ですな。こっち側、こっち側が、ああ、さっきの4番の方向がやばい、こっちがちょっと、こっちを見てるやつが一人だけある。おっと、探索終了。